道の駅新井。過去には道の駅の売り上げ日本一にもなり、現在でも集客数は新潟県内トップクラスである。道の駅新井は2009年の日経グローカル誌において、2008年度の売り上げが全国の道の駅で日本一になったと報じられた。今から十数年前のことであるが、上越地域でも日本一になれることを証明してみせた。県観光局が公表している観光統計によると、2016年の道の駅新井全体の利用者数は302万人、翌2017年は294万人、2018年は303万人であった。つまりここ数年は毎年300万人のペースで利用者が訪れていた。しかし近年はコロナウイルスの影響で利用数はコロナ禍前の約7割だという。それでも年間約200万人が訪れていることになる。現在全国に1100以上の道の駅があるが、そのほとんどは休憩、情報発信施設と朝どり野菜や特産品販売、それに食堂などの地域振興施設で構成されている。それにお土産売り場しかないという。一方で道の駅新井の場合、国道はもとより上信越自動車道と連結している点が強みといえよう。近隣では長野県の道の駅小布施などがあるが、全国的にも珍しく新潟県内唯一の高速道路との連結や、飲食店の多さ、コンビニ、ホテル、鮮魚センターの存在などが他を圧倒する集客力の高さの秘密のようだ。1991年に上信越自動車道の路線発表がなされ、1993年に道の駅の制度ができた。1999年に高速道路が開通し、翌2000年8月にこの道の駅新井がオープンした。道の駅新潟ふるさと村と常に県内ナンバーワンを競っているという道の駅新井について、和見正治駅長にいろいろ聞いてみた。道の駅新井はどういう経緯で計画されたのですか？そもそも最初はパーキングエリアだけでインターチェンジはなかったです。高速道路開通を生かして何か地域振興ができないかという検討が始まったと聞いていますね。ちなみに高速パーキングエリアからは歩いて道の駅に来られる仕組みになっている。ホテルに泊まる客の中にはインターチェンジを降りずに歩いてきて泊まり、リセットしないで高速に乗る人もいるという。しかし最初から全ての店舗が埋まっていたわけではありません。お土産のカンパーナさん、ラーメンのミサさん、日本海鮮魚センターさん、スキヤさんは早かったですね。駐車場が470台収容というのも魅力だ。インターネット上では道の駅新井は車中泊ができることで有名とのことだが、確かにトイレがあり、水道があり、駐車場が広い。連休になるとキャンピングカーが止まっているという光景が珍しくない。道の駅での車中泊が問題になることもよく聞きますが、実際はどうなんですか？国としては厳密には車中泊は禁じています。あくまで仮眠ならいいということです。しかし線引きが難しい。他の道の駅も同じだと思います。また利用客がどこから来ているかだが、新潟県内ナンバーが 50%、 長野県内ナンバーが 25%、 その他が 25% だという。この割合はここ数年変わっていない。やはり県内と妙高から近い長野県が多いという結果になったが、その他の 25% は関西よりも関東が多いということである。例えば群馬県や埼玉県などが多いという。長野県は国道利用でも1時間で来られるという距離感と鮮魚センターがあることが人気の理由ではないかと和見駅長は分析する。新潟県外からの観光客も多いみたいですね。鮮魚センターは観光バスが止まりとても人気です。またゴールデンウィークはどの飲食店も混みますので駐車場はいっぱいになります。そのため地元の人は逆に遠慮しているくらいなんです。一方で令和2年7月には拡張した道の駅がオープンした。拡張した大きな要因は2つあるという。一つは2015年に国の重点道の駅に認定されたことだ。重点道の駅の制度ができた初年度に認定されている。
重点道の駅には主に防災拠点としての役割が求められており、新規の場所には駐車場の確保と防災広場の設置が決まっている。もう一つは農産物直売所を拡張してほしいという声に対応するためだ。新規の道の駅では直売所のほか、農家レストラン雪室も展開している。また拡張道の駅新井は令和3年には防災道の駅にも認定された。これからはウィズコロナの時代ですが、コロナ対策もバッチリしているので、ぜひお越しいただきたいです。従来の道の駅は目的地ではなく休憩施設であった。しかし現在では目的地としての滞在型の道の駅が続々と生まれている。例えば子どもの遊び場があったり、足湯があったり、体験施設やドッグランがあるという具合だ。こうした新時代の道の駅も生まれる中、ワクワク感のある訪れて楽しい新潟県内の道の駅を今後も特集していきたい。あなたのおすすめする道の駅の情報があれば、こっそりコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。